し訳ありません。ちょっと、使っているユーストリームプロデューサーというアプリが突如、エラーを起こしまして、もう一回初めから、放送をやり直します。こんばんは。2月22日午後10時37分を過ぎました。4語頻語な夜第405回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。もうそろそろ、コンピューターもガタが来てるんでしょうね。昨日かな、僕の使っている Windows XP Service 3のサポート期限、2014年4月8日で、サポートが終わりますという、アナウンスがニュースで出てましたね。あと2年の寿命だということで、2年間でなんとか私パソコンが買えるようにと、市民メディアの存在意義を、ずっとどんどん声を大にして伝えていきたいなと思ってますが、最近ね、割と、市民メディア、メーラキ、CMM に対する、傾きがだいぶ良くなってきてるのかなと思っているところでございます。先ほどまで、会議があって、いつもこの会長いんですよ。途中休憩も入れないで、夜の7時から先ほど、1時間ぐらい前、9時40分ぐらいまでずっとやったんですけど、もう休憩も入れないで会議をしないと、いけないことがあるんですね。ともイベントが、差し迫っているんで、どんな風にして人を集めようかということで、その第一弾がこれ、宮崎から仙台原発を考えるということで、2012年3月1日木曜日、第1部と第2部があるんですね。第1部が、夕方午後の5時30分から、映画チェルノブイリハートという映画、これ、皆さんご存知のようにチェルノブイリの原発事故、の、そこで、暮らしていた子供たちの様子を描いた映画ですね。その後に、今回の福島第一原発の事故で、東北、関東地方から宮崎に避難してきた方々ご家族のお話を聞く、会がございます。その後、休憩を挟んだ後第2部として、宮崎から仙台原発を考えるということで、講師の先生は、元慶応大学助教授、今は、長崎県立大学シーボルト校非常勤講師の先生でいらっしゃる藤田裕子さんがお話をされます。藤田裕子さんは去年の、11月13日に行われました福岡での1万人集会での、メインパネリストとしてお話をされました。その方の講演がございます。でこの、チラシの右側には、早川幸男先生が、作った、ものをねと掲載しているんですけれど、仙台原発から200キロ圏内に、宮崎県がスポット入るんですけれど、その半分の100キロ圏内でも、小林とか海老野とか結構影響があるんですね。そんでもし仙台原発で何か起きた場合に、いや僕らはどうすればいいのかということを、考えるという、そういった、日になるかと思います。はい、ちょっと、画面が消えました。しばらくお待ちください。はい、すいません。まずこれが、あるんですね。その今、多くの方に、映画を見ていただき、講演を聞いていただき、宮崎も、対岸の火事ではないということをね、なんというかね、改めて認識する、意識しながら、これから、生活していこう、生きていこうということ。これは別に、なんだ、
映画を見たり、お話を聞いたりするイベントですのでね、本当、広く多くの方に見ていただきたいと。ただ、お金いります。入場料が前売りで500円でございます。当日券は、基本的には販売しないと。この前売り券を、買った方を、優先的に、入場していただくということを考えていらっしゃいますんで、まあ、僕の方で、10枚ほど、チケット、預かってますんでね、行ってみたいと、映画見てみたい、お話を聞いてみたいという方はね、私までご連絡いただければ、券がございますので、500円でございます。まあ、500円でね、映画見て、関係する方々のお話を聞くっていうことは、とめったにないことなんで、ぜひとも、よろしくお願いします。で、その10日後に、今度は、3.11 のイベント、さよなら原発宮崎命の広場というイベントが行われます。これは、夕方、午後4時から、命の広場交流会というふうに交流ステージ、まあ、ステージイベントが、始まるんですが、今日の実行委員会のお話で、交流ステージに、まあ、参加される、ミュージシャンとかね、いろんな方々、音楽をされる方がいらっしゃるんですが、リハーサルを行う時間がないということで、まあ、急遽、リハーサルを行う時間を取りましょうということで、午後2時ぐらいから、午後2時から午後3時30分ぐらいまで、リハーサルの時間に当てましょうということで、まあ、そのリハーサルの時間から、音楽を聴きに来てもいいですよというような流れになるみたいです。まあ、というのも、ね、3月11日の午後2時46分、どう過ごすかということで、だったらもうそのリハーサル中にね、午後2時46分を迎えますんで、まあ、そこで皆さんでね、東北に思いを馳せながら、黙祷祈りをあげましょうということで、ちょっと、命の広場交流会の前のリハーサルの段階でちょっと、プレイベントみたいな形になるかなと思います。で、午後3時30分からは、その、午後4時から行われます命の広場交流会の、まあ、リハーサルが行われて、まあ、午後4時から、交流ステージが行われると。ちょっと待ってください。すいません。ちょっと今日はパソコンの調子が悪いというか、データ転送速度は、ちょっと安定してませんね。まあいいですわ。はい、ということなんですね。はい。ですんで、3月10日と、3月11日、これ3月10日ね。で、3月11日、イベントが、続けて行われていますんで、ぜひね、なんだ、東日本大震災が1年振り返って、じゃあ自分たちは、一体何をすればいいのだ、どうすればいいのだということをね、みんなで考える、そういった月になるといいのではないかなというふうに思っております。で、先ほど、Twitter、Facebook に今夜は嬉しいことがありましたよってのことを、お伝えしたんですけど、本当今日嬉しいことがあったんですね。本当は1週間前のこの実行委員会で、このオラホのラジオ体操をご紹介しようということで、ちょっと準備してました。でも1週間前はね、まだ、CD、音声だけで、オラホのラジオ体操をご紹介しようと思ったんだけど、でも実際、その石巻の皆さんが体操をやってる様子をね、見てもらいたいと
なぜかというと、その、YouTube に上がっている動画は、9月11日、もう東日本大震災から半年経った石巻市内で撮影されました。そのラジオ体操を行っている、石巻市民の皆さんのバックを見ると、仮設住宅、あと避難所の様子が映ってるんですね。どうしてもその様子を見てもらいたい。その目の前で、ラジオ体操を行っている石巻市民の皆さんの様子を見てもらいたいということで、で今日はちょっと映像付きで、ごめんなさい、YouTube の映像を勝手に使って映像を流して、ご紹介をしました。まあ、実行委員会は結構ね、いろんな団体さんからいろんな意見が出るんで、結構頭ばっかり使うんでね、まあ、体もちょっと使いましょうよということで、まあ、会の終わりの方にちょっと時間をいただいてね、ラジオ体操、こういったオラホのラジオ体操をこの 3.11 の集会で行いますけれど、皆さんこの、オラホのラジオ体操、この 3.11 の集会でやってもいいでしょうかということを、聞くために、ちょっとご紹介しますということでやったんですよ。プロジェクターで映像を流しながら、やったらですね、椅子に座っていた実行委員会の皆さんが1人、2人、3人で立ち上がって、まあ、一緒にその映像を見ながらラジオ体操をやってらっしゃいましたね。俺僕それ見て、おってちょっとググッと、胸が込み上げるものがあったんですけど、まあ、僕も当然ラジオ体操をやっていったんですけれど、やはり中にはまあラジオ体操をしないでボケッと腕を組んで見てる方もいらっしゃったんですけど、今日の参加者の8割、9割程度の方がね、一緒にラジオ体操をやって、まあ、その宮崎ではこんな東北弁っていうのはそんなに使わないし聞かないので、途中笑いながらね、笑顔が出ながら一緒に映像を見ながらラジオ体操をやれたっていうのが非常に今日良かったなということ で、ラジオ体操が終わった後、拍手がバーンと流れて、その後終わった後、良かったよって。私は、仙台出身なんですが、本間ちゃんの顔と声を、聞いてちょっとほっとしたという方もいらっしゃいましたね。あ、やはりいらっしゃるんだなと思ってね。だから本当今日、オラホのラジオ体操を映像付きで紹介して、よかったなと。で、ある方が、大谷さん、なんで弱気になるのって。私はオラホのラジオ体操は前からいいと思ってるから、いいものはいいんだよって、胸張って堂々とやればいいんだから、この 3.11 集会にはこのオラホのラジオ体操は必要だよっていうふうに言われたんで、よかったなと、うるうるうるって、来ちゃったんですけれど、と紹介してよかったかなと思いました。で、ちょっとこれでちょっと、皆さんの、了承というか、やっと承認を得たということで、それまではね、結構ね、ステージ、交流ステージのプログラムが変わっていくんですね。というのが、2時間できっちりと収めないと、その後の、キャンドル集会、キャンドルパレードができないんですね。だから午後4時に始まって、午後6時前、午後5時58分とか、55分とかで終わるようにしないといけないということで、場合によると大谷さん、オラホは、省くかもしれないよと、ふうに言われていたんですけど、今日のお話では、この、3.11 の集会の初っ端、午後4時の、交流広場の、交流会の初っ端で、ラジオ体操をしますということを言われたんで、午後4時にね、午後4時前かな、午後3時50分ぐらいからラジオ体操ができるのかなというふうに思っているところです。そこで逆算して考えたんです。これ、日にちはない。逆に言うとまだ日にちは結構あるんでね。で、あまりね、
テレビやニュースや新聞では告知はできないかと思うんですけれど、なんだ、今日のフェイスブック見たら、クロアチア、ね、海外でオラホのラジオ、あ、オラホランか、ラン&オラホエクササイズ、を行うということで、お、すげえな、なんか、マラソン大会を結構正式にやるっていうような情報が入ってきたんで、よし、俺も頑張ろうと思ったんですけど、僕らはね、もっと気軽な形で、ちょっと、ゲリラ的にっていうか、ともネットを使って告知をして、もうテレビやラジオ、新聞では一切告知なしで、どのくらい人が集まるかということをね、実験的にやってみたいなと思っているところです。昔ほら、フラッシュモブというやつで、インターネットなんかで、何時何分、どこどこに集まって、みんな同じ服を着て集まろうとか、何時何分、どこどこに行って、みんなで、マイケル・ジャクソンのスリラーを踊ろうとかね、そういったのが流行ってましたよね。あれと同じように、走ること、スタートはどこでもよい、距離も関係ない、100メートルでもいいし、20キロでもいいし、何キロでもいいし、関係ない、ただし、ゴールを河川敷にしちゃおうと。スタートは問わなくて、自分なりのスタイルで、ランニング、まあ、ジョギング、走ることを行って、で、その皆さんのゴールを、その 3.11 集会が行われる河川敷にゴールを持ってくると。で、その後、3時50分ぐらいに、オラホのラジオ体操をやると。いうようなことはできないから、もちろん、自分たちのスタート位置で前もってオラホのラジオ体操を行うと、それも個人個人で準備運動で、行ってもらった後、河川敷の 3.11 集会の会場をゴールとして、そこで、3時50分ぐらいですかね、皆さんでラジオ体操を行って解散をすると。もちろん参加賞も何もありません。ただみんなが集まるということ、みんなが同じ思いで集まるということ。例えばもうこれ全ても自分の頭にある案なんですけど、午後2時46分に間に合うように、午後2時30分ぐらいにゴールするとか、逆に午後2時46分黙祷した後その後走るとかね、いう形で何かできないのかなと。まあ、黙祷する場所はどこでもいいと思うんですよね。ただそういった同じ気持ちを持った皆さんがどっかでポッと集まるっていうことを考えたら、この集会があるんでね。その集会もさっき言ったように、これ午後、さっき言ってなかったか、すいません。この集会ですね、午後4時から命の交流広場っていうのが行われるんですけれど、この交流ステージに参加する方々、音楽の方が多いんですけれど、リハーサルの時間がないということで、一応午後2時ぐらいから、午後3時半まで、リハーサルを行うという時間になってるんですね。そんでもうリハーサルから、音楽を聴きに来てもいいですよっていう流れになってるみたいで、その音楽を聴きに来た方々で、午後2時46分を迎えようというふうに動いているんです。そんで、オラホのオラホランで走ってきた方がゴールする午後3時50分ぐらいはね、人がいっぱいいっぱいというか、ある程度人が集まってくる状態ではあるんですけれど、もう思い思いの格好でね、走ってきてゴールし、とりあえず、ゴールの場所を決めて、ゴールしましたということでね、まあ、簡単な、感想書とか、オラホのラジオ体操のなんか、スタンプを作って押しちゃうとかね、なんかできるのかなと思うんですよね。そういった形で、なんか、ゆるいイベント、
僕なんかも、イベントをしようと思ったらきちっとワードに向かって文章を打ってて、プランニングとかを行うんですけど、今回のやつもまた後できちっと文章を起こして文章にまとめたいと思っているんですけれど、きっちりきっちりきちきちのイベントよりも、ゆるいイベントスタートはどこでもいいですと、自分の家からスタートして、河川敷まで、河川敷まで走りましょう、距離は100メーターでも200メーターでも1キロでも何キロでもいいですよ、ただゴールを同じゴールにして走りませんかというだけのイベントでもいいんじゃないかなと思うんですよね。そういう形でちょっとインターネットだけでの告知、ツイッター、フェイスブックだけの告知でどのくらい人が集まるのかっていうのが分かりませんけれど、やってみたいと思います。まあ、この、3.11 さよなら原発の集会は、川南町が、行っています軽トラ市、軽トラ市の要領で、すいません、軽トラ市といっても、軽トラックを売る市じゃなくて、軽トラックをお店にして、市を開こうということで、川南町で始まったんですけど、それがすごいなんか、地域おこし、町おこしの大賞、賞をもらって、結構ね、県外から軽トラ市を見に来る方々も多いんですね。それをヒントにして、この河川敷の会場に軽トラ、また自分の車を持ち込んで、それをブース代わりにして、自分とこの団体の紹介とか、展示を行おうということを、考えているそうなんで、一応僕も手を挙げて、車を持ち込んでね、で僕の車がホラホランのゴール、目印にしようかなというふうに、考えているところでございます。で、お金がないし、予算もないし、何人参加するかもわからないイベントなんで、もう申し訳ありません。参加賞とか、そういったものはありませんけれど、その後行われるこの、集会に参加できるということもありますんでね。まあ、そこで夜まで一緒に、パレードをして解散するということも考えられますんで、なんというかね、いろんな方々に参加していただけると嬉しいのかなというふうに考えているところでございます。また固まりましたね。ちょっと待ってください。はい、すいません。ちょっと今日はネットワーク、また固まった。ネットワークがおかしいのかな。なんかビビックの方でも、帯域制限を行う、この4月から行うということで、30ギガバイト以上のデータを送信する方に対して帯域制限を行うって聞いてますけれど、これはそんなに30ギガもユーストリームはデータは送ってませんから特に問題ないと思うんですけど、なんか今日調子が悪いですね。申し訳ありません。ということで、ゆるいイベントを考えてますんでね、また後ほど Facebook と、Twitter、あと YouTube とかでね、ネットを通じて告知をしていきたいと思いますんで、結構名だけはね、市民ランナーとか多いのでね、そういった市民ランナーの皆さん、ぜひ、ほらほら、宮崎、ゆるい形のイベントになるかと思うんですけれど、ね、本当インターネットで告知してどのくらいの方が参加するのかというのをちょっと反応を見てみたいという気もしますし、これから、原発どうなるんだ、心配だなという方もいらっしゃるんでね、その後のこういったさよなら原発の集会もございます。キャンドル集会でキャンドルに火を灯して、それを持ってパレードをするということで、パレードもね、本当は、静かに黙って歩きましょうというふうに、お話ししていたんですけれど、なんていうか、
それぞれのグループ、個人の判断に任せましょうと、良識のある範囲内でやりましょうということなんで、まあ、声を出してもいい、コスプレ、とか、あと、プラカードを持ってきてもいい、自分なりの表現方法で、キャンドルを持ってパレードをしましょうというふうにして変わってきてますんでね。だから、と寒いんで、ランニング姿はどうかなと思うんですけれど、まあ、ね、コスプレでいろんな格好をして、キャンドルパレードに参加することもいいのかなというふうに思います。はい。でまずは、こちらね、宮崎から仙台原発を考えるという3月1日木曜日のイベント、普通の日ではあるんですけれど、なるべく多くの皆さんね、来ていただきたいということで、入場料が500円ではありますが、僕の方で10枚ほど、チケットを預かってますんでね、もし、参加してみたいという方いらっしゃいましたら、ご連絡をよろしくお願いします。こういったチケット見るです。よろしくお願いします。でもね、本当今日、オラホのラジオ体操をやってよかったなぁって、席から立って、一人二人でラジオ体操をするっていう人の姿を見ると、なんかやっぱ嬉しいですよね。うん。だから、よし、これやろうって、これやっていいよっていうふうに皆さんから言われたのでね、ちょっと、3月11日、どんな風な演出でやろうかなって、今から、考えているところでございます。ただし、劇団一人ではありませんけれど、宮崎実行委員会一人でやってますんでね、宮崎実行委員会、まあ、オラホのラジオ体操、宮崎実行委員会って、東京のスタッフの方から、実行委員会になっていいですよって言われたんですけど、何も活動してなかったというか、実行委員が一人しかいないのでね、一人でやってたんですけれど、ちょっとね、若い方々、この前のジャスプのタスキリレーの学生さんとか、3月2日には、他の大学の学生さんと、このオラホのラジオ体操でお話をすることになってますんでね、また学生さんにね、来ていただいて、ステージの上で、一緒にラジオ体操をすると。僕はそれをビデオ、またユーストリームで中継するということになるかと思いますんでね、ちょっと、学生さんも巻き込んで、盛り上げていきたいと思います。はい、ということで、今日もちょっとインターネットの調子が良くなかったので、2回改めて放送を行ったんですが、はい、そろそろ、終わりにしたいと思います。明日も、明日は夜は会が入ってませんので、ちゃんと同じ通り午後10時30分からお話をしたいと思います。また、オラホのラジオ体操宮崎実行委員会、実行委員になっていいよという方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。何も走ることが好きな人じゃなくてもいいです。僕、最近運動してないので、もうつぶか足が遅くなってると思うんですよね。ですんで、いろんな方ね、となんか交流をしていけたらいいかなと思ってますんで、どうぞ、よろしくお願いします。それじゃあ、今夜の、4ご品5の夜、第405回、この付近で終わります。失礼します。